フェンスがボールを取りに行くときはボイッと声を出し自分の存在を知らせなければいけない。オフェンスはそれを頼りに相手の位置を把握。音だけを頼りに空間を把握。感覚を研ぎ澄ませ仲間を信じてプレーするサッカー、それがブラインドサッカーなのだ。いやこれ尾形さんすごいですよね。でしょ、結構激しいんですよ。 それでかなりフィジカルな部分がありますよね。そうなんですよ、はい、見てて面白いですよ。さあそして牧野さん、はい、先日、はい、あの某品川でイベントがありましたね。そうです、サッカーの、あの僕が今品川のチームを率いてるんですけども、そこの品川に所属している2選手が今回選ばれまして、はい、この間、はい、一緒に、壮行会をやらせていただきました、はい、このブラインドサッカーの魅力とはやっぱりその、まあ、見えない状況の中で音を頼りにドリブル含めてゴールをやっぱするんですけども、僕もやらせていただいたことあるんですけど、やっぱなかなかできないですよ。なかなかできない。でもただやっぱり激しいですし、結構イエローカードレッドカードも出るんですよ。それぐらい激しいスポーツです。はい、白岩さんどういう印象でしょう。いやもう見てるだけでこうもうすごい興奮するというか、本当エキサイティングでもう見てて楽しいですね。はい、すごい興奮しました。はい、そしてあのボールのあの金属音がちゃんと聞こえるように、はいはい、実は試合の間は皆さん静かにね、ずっと静かにしてボールをあの金属音が選手の皆さん把握できるように静かに、そしてゴールが決まった後の爆発的なあの歓喜の応援がまた魅力なんですよね。はい、さあ今日はこのブラインドサッカーを白岩さん、そして尾形さんにも、ちょっと再度また体験していただきたいということで、はい、こちらがですね、はい、ブラインドサッカーでつけられているアイマスクになります。こちらのアイマスクですね、こちらご覧になりますでしょうか。こちらを白岩さん、はい、つけていただけますでしょうか。はい、じゃあちょっとマイク預かりますね。はい、はい、でこちらを尾形さんにつけていただきます。あ、もう全然見えないですよね。見えなそう。そして本当に今つけている間になんですが、いや見えない、怖いわこれ。こちらがですねブラインドサッカー用のボールでですね、中に金属が入っています。ちょっと鳴らしますね。はい、聞こえますね皆さん。はい、こういう音なんです。この音を頼りにボールをパスしたりドリブルしたりしていくというわけなんです。これ尾形さんと白岩くんのなんかこれマスク違うのは何なんですか。え、その違いですか。あの黒の白岩さんがつけられているものが公式のものになります。公式のやつ、これがオフィシャルですね。合ってたわ、はい、うん、はい、じゃあちょっと実際にどのぐらい皆さんパスの交換が難しいのか、ちょっと体験、ちょっとお二人距離を取っていただきましょうか。ちょっと尾形さん、ちょっとさ、はい、大丈夫ですか。はい、ストップです。ちょっと距離を取っていただいて、はい、ではですね、はい、尾形さん、これ足元にボールを置きますね。ここです、ここに足元です。こちらに置きます。はい、置きましたよ。あ、ちょっとねボールをここ置きます。はい、尾形さん、はい、ここです、はいはい、ちょっとね感覚をと捉えてもらいましょう。はい、どこ、ここです、ここで、ここです、ここ、ここって、はい、パスですよね。 OK、 パス、はい、行きます。来てください尾形さん。はい、行くよ。はい、おー、トラップした。はいはいはい、トラップしたの。すごい、ボールを止めることができました。チャラチャラ聞こえました。すごい、よく止めたわ。すごい、パスを。サンキュー、サンキュー。さらに、おおお、すごいすごい。レックそのままで、そのままで、今のもう一回続けて。今のちょっとすごい。なんだ、おいおいおい、すごいな。ちょっとこれなんだ今の感覚すごいよ。感覚すごいですね白岩さん。何も見えない。じゃあちょっと牧野さん、はい、難易度上がってしまうかもしれませんが、はい、白岩さん今の足技素晴らしかったので、はい、ひょっとすると空中から
バウンドするボールを止めることができるかもしれないので、ちょっとチャレンジお願いできますか。はい、わかりました。ちょっと牧野さん、じゃあこちらに、はいはいはい、こちらに来ていただいて、はい、すごい尾形さんがなんかずっとアイマスクされてて、これ何ですか。僕がちょっとロブ投げる、投げて、はい、尾形さんちょっと待機していただけますか。尾形さん、尾形さんに投げるんですか。ちょっと白岩さん、はい、チャレンジしていただきましょう。尾形さんは一回座ってください。はい、一回座ってください。はい、一回座ってください。はい、大丈夫です。ちょっと待機、はい、そしてちょっと ボール鳴らしてもらっていいですか。はい、ルイ君こっちね。はい、白岩さんこっちです。こちら、はい、今、はい、聞こえますね。はい、はい、マイク持ったままでも大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、じゃあ何度かバウンドできるようちょっと ロブでもうちょっと下がっていただいて、はい、何度かバウンド。じゃあ最初ここボールあるね。はい、ここから下がります。いくよ、下がるよ。下がりますよ。こんぐらい下がっていきます。 OK、はい、2,3 回バウンドできるような形で優しいロブを。分かりました、お願いします。いきます、ルック投げるよ。はい、いきます。クワース牧野さん、おー、すごいな、素晴らしい、すごい、ごえ、すごいね、すごい、すごいですね。うまい、やったー。いやいや、すごいな。これを皆さん走りながらやるんです。うわ、これゴールに向かって、今そしてディフェンスはそれを阻止するということで、この今牧野さんがだいぶ優しく、ね、はい、ここだよとか言ってくれたからできたんですけど、はい、まあ、試合中みんな動き回ってたの、ね、これ結構、でもすごいね、よくできる、よくできるわ、すごいわ、すごいです、大変な技術、牧野さんのおかげです。いや、センスあるわ。白岩さんに拍手。牧野さんありがとうございます。尾形さんありがとうございます。こっち外していただきましょうそうそうそう、今壁ディレイしてたよアイマスク外していただいて結構ですよ。すごいよね、できないよ。ありがとうございます。とあざす、さすがです。サンキューです。サンキュー、すごいわ。終了となりますので、皆様ご観覧ありがとうございました。